はい、いつもありがとうございます、パーソナルブレイクですね。初めてご依頼ということで、はい、アベンジャーズのエンドゲーム、はい、ご依頼者まゆさんですね。はい、よろしくお願いします。よいしょ。この間ご依頼、ご友人がご依頼されたっていう、お名前は書いてなかったんですけど、まあ、かなみたいな感じに思いますけど、はい、ぜひね、はい、チャレンジしてください。はい、店長が代わりに開けるだけの動画です。はいよいしょ。さあどうでしょうね。ワンボックス9パック入りで、カードが36枚入ってます。レギュラーカード、このプラスチックのね、それとキャプテンマーベルのカードと、あ、クイジ、なんかすごいな、今入ってんだ。同じインナーケースですよ、さっきと。さあどうでしょう。カード、なんていうんですかね、このメーカー、はい、カードを制作してるメーカーの、大人気ブランドだったんですよ。2003、2004からあったんですよね。2003年ぐらいからあった、はい、ブランド、非常に人気の高いブランド、そのカード、さあどうでしょうか。せーの、サイン入り。おー、はい、ウィンストンさん、はい、エーシェントワンですね。はい、25枚限定の10番、いいっすねー。サイン入りです。はい、そっか、サイン入りとサイン入ってないのは別扱いなのか、つまりね。はい、おお、いいっすね。はい、ティルダさん、これいいですよ。これはね、マグホに入れてお送りしますよね。よいしょ。はい、まあ、残りもね、まだ全然、カード、綺麗なカードのインサートとかいろいろありますんで、よいしょ。はい、じゃあいきます。はい、とりあえずワンヒットのこのサインカードが出ました。はい、これがベースカードですね、プラスチックのね。まあ多分ご友人からお聞きしてると思いますけど。で、普通の紙だけのカードがキャプテン・マーベルのカードですね。で、コンプリートセットがいわゆる2つあるということです。で、こちらが、インサートカードですね。かっこいいですよ。まあ、数箱開ければ、インサートもそこそこは揃うかなという感じですね。ただこっちのプラスチックの方はハイナンバーが出にくい、オッズ管理されてますんで、なかなか揃えるのは厳しいです。このプラスチックのところがね、黄色とかって言ってたら、これが黄色だ。多分。うん。80番から90番がショートプリント。言ってたら出ました。これ黄色いんですよ、プラスチックのところ。はい。ここを揃えるのがね。まあ、ただ、まあ、いらない方はいらないですから、まあ、メルカリとかああいうところね、ヤフオクとかで入手はできるかなと思います。90番まで揃えることはできると思います。で、たまにこのプラスチックとキャプテンマーベルのね、カード以外のものが入ってると、ワンオーバーの刻印が入ってますね。バイバックなんですけどね。あ、わ、これ SSP っすよ。赤色出た。CM なんちゃらってやつですよ。ほら、CM の4番。これめっちゃ出ないっすよ。ピントが合わない。CM の4番。赤枠の、これほんと出ないっす。オッズちょっとわかんないっすけどね。ちょっとわかんないっすけどね。はい。ね。はい、これなかなか出ないっす。赤枠。はい、となりました。
はい、じゃあ、こちらのカードが当たりました。はい。いや、さっきね、悩んでた方いたんですけどね。これが来ましたね。はい。買わずに、他の商品を買われちゃったんですけどね。はい。ということで、はい。ありがとうございました。またね、ぜひチャレンジしてください。まあ、こんな感じで。あとは、明日発送ですんで、日曜日着ですね。はい。お受け取りよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。